はい、皆さんおはようございます。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成働き方改革のサポートをしたりしております。この番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、仕事力を上げる考え方などなど、車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいております。なので多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいというふうに思います。というところで、本日も本題に進めていきますが、今日の本題は何かというと、結局よく頑張ったやつには勝てないっていう、そんな話をね、させていただきたいと思います。ごく当たり前のことなんですが、ぜひね、皆さんにちょっとね聞いていただきたい、内容になっておりますので、よろしくお願いいたします。全然関係ないですけども、僕はですね、この Apple Watch を、今愛用してるんですが、これを買って一番良かったなと感じることをランキング1位がですね、 PayPay ですねここにバーコードが表示されて、これでビッてやれるんですね。そしたら財布というか携帯すら取り出すことなく、カチカチ P で終わるっていうのがもうね、ものすごい楽なんです。もう財布なんて持ち歩く必要性が完全にゼロになった、そんな機器でございます。これはね、非常に良いなって思ってますという、どうでもいい話をまずはねぶっ込ませていただきましたので、よろしくお願いします。ということで、本題の方に改めまして軌道修正しましょうか。結局頑張ったやつには勝てないって、まあそうだな、世の中の論調としてですね、こういうのを聞いたことがないでしょうか。自分らしく生きようとかね、あとは楽して稼げるとかねあとはそうだな、個性を大事にとかね、そういう感じかな。そういうものって、まあ、今はもう、当たり前によく聞こえてくる、まあ、楽して稼げるはちょっと置いといて当たり前に聞こえてくるこの、自分らしくというような言葉みたいなところってあるじゃないですか。これをね、悪用してる人いませんかねっていう風に僕は感じておりますそれは悪用してるっていう言い方がちょっとまあ悪意がありますけども、まあよくちょっと考えてみてほしいんですけども、自分らしく生きるからために会社を辞めますというような決断をする人とかね、あとは楽しくないから自分らしさが発揮できないよねっていうようなところだったり、まあ、いろんな考え方によって結局はなんやらなきゃいけないことから逃げるという選択をするっていうことってあるじゃないですかというところでございます。で、まあ、これに関して僕はね、だからダメだよとかいいとかっていうつもりはないんですけども、何言って全然いいんです。そういう選択をしようと何しようと、僕は、いいとは思うんですが、ただ一つ言えるのは、結局頑張ったやつが勝つ世の中だよねっていうふうに思ったんです。周りを見渡して、すげえ楽して、なんていうの、出世してった人とかね、成功してる人とかっていなくないですか。結局は、ものすごい歯を食いしばって頑張る時期があったり、あとは、なんかね、いろんなことを工夫しながら いつもなんか仕事のことを考えていたりだとか、そういうふうに、まあ、苦労して苦しんでる人、まあ、苦しんでるというか、まあ、それを楽しんでる人もいるんですが、そういう状況に自分を追い込んで頑張ってる人にしか成功者にはいないと思います。成功してるのに何もしてない人っていないと思いませんっていう、そんな話なんです。なんか今日はちょっとしどろモードだなはい、ということで、何でしょうか。結局は、自分の身の回りをね見渡した時にも、頑張らないで成功できたやつなんていないと思うんですよ。人間必ず成長するためにはやっぱり面倒くさい道は通らなければいけないですし、やだなって思うこともクリアしなければいけないタイミングっていうのはどこかにあるんです。それをいちいち自分らしくないとか、これは自分に合ってないとか、面倒くせえとか嫌だとかっていうような気持ちだけに左右されて、今そこから避けるような動きを単純にするっていうことをし続けたとしても、結局成功することはないよねと、何か結果が残ることはないよねというふうに思うんです。まあそうだな、それでうまくいってる人っていうのも確かにいるんですが、だけど多分皆さんの考え、皆さんのって、皆さんがダメな方向の人っていうふうな前提で喋ってすいません、なんていうんですかね、世の中のその、いい方に捉えてしまう人と、実はそれをやった結果成功してる人の違いって何かっていうと、先を見てるか見てないかっていうことだと思うんです。ここを乗り越えた先に何があるのかっていうことを考えられるか考えられないかっていうことだというふうに思うんですよ。例えば資格試験をやろうと思った時にね、資格を取ろうと思って資格試験にチャレンジしましたという、勉強をやっていった時にその先には資格試験に合格してその資格が手に入るという未来が
見えているから、めんどくさいなと思ってもやらなきゃ手に入らないからっていうことがあるから、なんとか乗り越えようとするわけですよね。じゃあそれを、資格とかっていう不明、明確なものではなくて、なんか褒められるとか、うまく仕事ができるようになるっていう、非常に不確かなものが相手になった時に、そこに頑張るという選択肢を排除して自分らしくを優先してしまうという、そういう傾向ってないですかねっていうところをちょっとね考えてみてほしいなっていうふうに思うんです。僕が言いたいことはですね、何かというと、この話で僕が言いたいことは何かというと、楽な道っていうものと近道っていうものは全く違いますからねっていう、この感覚だけはぜひ理解していただきたいなというふうに思うんです。楽な道なんてものは存在しないんです。楽して稼げるなんてことは、まあそうだな、一時は稼げるかもしれませんが、継続的に稼げるようなそんな仕組みなんてものは存在しません。そうじゃなくて、楽な道と近道って違うんですよ。多くの YouTuber だとかね、多くの情報配信者がこうやったら成功しますよとか、こういう風な話し方をしましょうねとか、こういう風にやったら仕事ができるようになるよみたいなことをいっぱい言ってますよね。あれは近道なんです。要は余計なことをいろいろ経験した結果、自分がこう歩いてくりゃよかったなって思うところを言ってくれているに過ぎない近道なんですよ。だけどそれは楽な道とは違うんですっていうところがなかなか理解できてくれてないなっていうふうに思ったんです。なんかその、こうやってやったらうまくいきますよって言ってる道を行ってみたら意外と大変じゃねえかっていうふうに感じる人がいるんですが、いやいやいや、楽な道じゃないですよ。もっともっと本来大変なところをこういうコツを、見つけるように頑張ってみてくださいと。そしたら、本当は5年かかるところ1年で行けますよみたいな近道にすることはできるが、これをやるといきなり稼げますとか、そんなような方法ってものは存在しないということを理解してほしいんですよ。だからこそね、結局頑張ったやつには勝てないんです。何よりも何よりも、自分がやらない方向に、楽をする方向に逃げる方向に、避けていってる人と、そうじゃなくて立ち向かっていった人っていう風に考えていくと、結局、楽な道を選ぼうという風な考えに立ってる人はやっぱ負けてしまう。負けるってね、成功することはなかなか難しいなと。少なからず、成功者というもの、出世してる人とかね、皆さんが憧れる人、尊敬してる人に関しましては、どこかのタイミングで歯を食いしばって必死で頑張るタイミングってあるんですよ。それが今なのかそうじゃないのかは分かりませんが、それでも、自分がね、この先どうなりたいのか、何を手に入れたいのか、そこを明確なビジョンとして、掲げているからこそ、ここは踏ん張りどころだっていうふうに自分で分かることができるんです。じゃなくて、与えられた仕事とかね、今やらなきゃいけないことだけ、今のこの状況だけを考えた時に、やるべきじゃない、やるべきかやるべきじゃないかって話になると、そりゃ逃げたくもなるんですよ。だってめんどくさいからね。だけどめんどくさいけど、その先にあるものを、イメージして生きていくことによって、めんどくさいけどここはやらなきゃいけないなというふうに踏ん張ることができるよというふうに僕は感じます。長々と、だらだらとちょっと今日はね、言葉があまりうまく出てこないんで申し訳ないんですけども、改めて言いますが、まずは、頑張らないっていう選択肢と、選択肢を取り続けると結局は頑張ったやつには勝てないよ。だからもっともっと僕はね、必死でやらなければいけないって、ね、やっぱり努力はしなきゃいけないというふうに思います。ただ、その努力というものをよりね、軽やかな努力で、一定の成果をね、上げるために近道というものはおそらく存在してます。このグネグネした道を直線で歩けばいいだけなわけですから、その先に直線を歩いてくれた人の見識を聞いて、あ、こういうふうに努力をすればいいんだというふうに、努力のやり方を学ぶというのは非常に有効な手段だというふうに僕は思うんですが、ただそれは楽な方向ではないよと、楽な道では決してないからねということは分かった上で、やっぱりどこかのタイミングで頑張らなければいけないタイミングが来ます。そして、世の中の成功者、世の中の、うまくいってる人の中で頑張ってない人なんて一人もいないと。めちゃくちゃ頑張ったから手に入れたわけで、じゃあ、成功するためには何が必要かっていうと、やっぱり頑張ってるやつには勝てないんですよ。
だから人よりもどこで頑張ったのかっていうところね、まずは見極めることは確かに大事かもしれませんが、見極めるほどの見識なんてないじゃないですか。だったら今あることに全力を投じてみて、で結果どうだったのかっていう、部分をね、いろいろ噛み締めながら、努力していただければなというふうに思った次第でございます。はい、ということで、本日につきましては、ここで現場ラボアカデミー以外の、YouTube 音声配信の方につきましては、ここで以上になります。ここからもう少しだけね、掘り下げた話を現場ラボアカデミー限定で、お送りしたいと思いますので、YouTube 側の人たちにつきましてはここでお別れということになります。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。はい、ということで、ここからは現場ラボアカデミー現